発表しますが、はい、あと最後にちょっと出し物というか、はい、サプライズもあります。はい、よかったら果物など、はい、召し上がりながら聞いていただければと紹介させていただきたいんですが、いろはセンター副会長の南江修一です。一緒にこの活動を始めたんですね。山田大使、はじめまして、こんにちは。今日はお忙しいところ、いろはセンターへお越しいただきありがとうございます。今から私たちのセンターの活動をご紹介させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。いろはセンターは2014年に湯沢先生と南谷先生の入社時と日本とアルメニアのたくさんの友達の協力のおかげで開設されました。はじめは湯沢先生と南谷先生の2人の体制で日本語を教えていましたが、現在センターには先生が6人もいます。また日本語を学んでいるメンバーも当初9人しかいませんでしたが、年々センターは大きくなり、現在日本語を学んでいる学生の人数は70人にもなりました。小級から上級までのグループが21人もあります。いろはセンターの活動の大切な理由は日本語場所との交流会です。日本からいらっしゃったお客様と頑張って話したり、一緒に日本料理を作ったり、日本について様々な面白いことを教えていただいたり、日本人の方々にもアルメニアの歴史や文化を紹介したりします。素敵な文化交流になっていると思います。その他にセンターで日本のいろいろな料理も作ります。日本人のお客さんと一緒に頑張って作って美味しくいただきます。このようなイベントのおかげで、私たちは日本の味や箸の使い方を覚えるので、日本へ行った時は料理に困らないでしょう。いろはセンターの活動のもう一つの大切な一部は、日本のさまざまな行事を紹介、そして体験することです。今日までセンターで行ったイベントの数は約40です。毎年12月にはもう伝統になっているクリスマスと、いろはセンターの設立記念日を祝います。私たちにとって特別な日ですので、いつもとても賑やかです。その日にグループごとの日本の歌や踊りの出し物を用意し、披露します。隣のグループは何を用意したか、その日までわからないので、いつもサプライズと笑顔いっぱいの一日になります。1月になると、お正月のイベントを行います。餅つきをしたり、お正月のいろいろな楽しいゲームをしたりして、日本のお正月を味わいます。自分の手でついた餅は格別に美味しいですね。2月の節分のイベントでは、恵方巻きを作って、みんなで美味しくいただきます。そして、福は内、鬼は外と言いながら、豆まきもします。鬼払いは、やはり、盛り上がりません、ね。3月に、ロテイユ、ひな祭りでは、折り紙でひな人形を作って、ひな壇を飾ります。女の子の、祭りと言われますか。最近増えてきている男の子の生徒たちも一緒に待って楽しみます。4月にはアンズの木が空いているときにお花をします。センターのメンバーとアルメニアに住んでいる日本人の方々と一緒にピクニックに行きます。いろいろな味のおにぎりやキャンプを食べたり、みんなで歌を歌ったり遊んだりします。日本のこの美しい習慣はアルメニアでも広まるといいですね。毎年7月には七夕を祝います。去年は自分たちで考えた織姫と彦星のとても面白くて明るい演劇をしました。
またこの日に日本の夏の定番料理やったら楽しい、食べたら美味しいというなんかしそうめんを体験しますし、みんなで浴衣を着てエレバンの都市の散歩するという貴重な体験もします。もちろん、ヤハセンターの活動は、いろんな方のご協力、そして応援なしにはできなかったと思います。この機会を借りて、私たちの活動をいつも応援、そして協力していただいている全米日本大使館の皆様にも感謝の意を表したいです。一昨年の秋、大使館と一緒に、エレバン市民に日本文化紹介を出たわせていただいたことや、大使館の交流は、私たちにとってとても貴重な経験となり、素敵な思い出となっています。2017年、イルハセンターは、各地英治在民や大使より在外交換庁表彰状を授与しました。これからも日本文化の普及活動に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。ご清聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。まあ、緊張でちょっとセリフ忘れても、でも昇級なのでまだ勉強し始めたころ、中上級の人もいますし、昇級まだ学んでる人もいます、はい、ありがとう。じゃあみんなここに来て座って、みんな大使と交流を、ね、どうぞよかったら、アルメニアのアンズの季節なので、はい。